私人生で初めて使う言葉を今から使います。 TPP を大筋合意させてしまった日本政府と、そしてそれを推し進めた経済界経団連の皆さん、あなたたちに満身の怒りを込めて抗議します。合わせてこのビルを建て替えた時に隣に作られた JA 全中の皆さん、あなたたちはこの地下通路を通してこのビルと双子のビルのように立っています。あなたたちは農民の怒りを受け皿となるための協同組合なのに、その協同組合としての役割を果たさず、この大筋合意に向けたアトランタで自民党議員を応援しましたね。私はそこに対しても強く強く抗議します。なぜ私たちが TPP に反対していたのか、それはずっと秘密だから。それだけではありません。この間もガッドウィグアイランドラウンドで米の輸入自由化が進められ、農家はどん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 衰退していっています。今残っている農民は、それでも生き残った最後の最後の大事な農民です。にもかかわらず、WTO で決められた77万トンの米を義務のように言い続け、輸入し、そして農民たちには毎年8万トンもの需要が減るからといって減反を押し付け、そして今年になってから生産調整すらやめていくことを決めた。でも何ですか、この前のアトランタでの合意の中身を見ると、同じく日本の農民たちに作るなと言っている8万トンと同数量の米をアメリカやオーストラリアから輸入しようとしている。それってすごくバカにしてますよ。そして日本の主食である米を売り渡してまで、どうしてあなたたちは自分たちの経済、お金のこと以外考えてないんでしょうか。仮に自動車の部品のことを見てもそうですけれども、あの関税率の低さ、そしたらもう日本の産業、自動車で栄えていたもの全てもあなたたちは明け渡したんですか。日本人はこれからどういうことで生業を立たせようとするっていうビジョンが持ってるんでしょうか。もうこれが決まったかのような報道と同時に、私たちの中にがっかりした、もう何とも言えない悲しみの声が聞こえてきます。でも私は諦めません。そして今ここに並んでいる人たちも諦めていないからここで抗議をしてるんです。絶対に合意したからといって批准させてたわけでもない、まだ調印したわけでもない。今秋の臨時国会を開くか開かないかの瀬戸際です。でも財界の皆さん、あなたたちが本当に自信を持ってこの協定を進めたいのであれば、国会議員に働きかけてください。国民に安心だよっていう言葉をかけさせるために国会を開いて、この内容を明らかにせよと提示することが大事ではないでしょうか。もう一度言います。私は満身の怒りを込めてあなたたち経済界の人に抗議いたします。 TPP は直ちに撤退です。絶対調印させません。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいスピーチでした。はい、星が過ぎるとままではいけませんので、次の方